みんなは、ボーンズワースを知ってるかい？こやつはいたずら好きの骸骨系クリーチャーで、縦に割れた、何層にもなる大きな頭蓋骨と、胸郭と長い腕、途切れた体を持っているよ。ボーンズワースは気に入った相手に対して、尾行や取り付きを仕掛けてくるんだけど、これは別に、悪意のある行為じゃなくて、ちょっとした遊び心だったりするんだ。遊び心でやることとちゃうでそれ。ほーん、じゃあ、これといった害はないの？追っかけてくるだけなら、別に良くない？十分迷惑なストーカー行為やけどな。ママもちびまりちゃんの追っかけしてるけどね。さて、この追っかけ骨太郎くんですが、残念なことに、有害な要素も持っています。それは、尾行の対象者や、近辺の人間に、不眠や、何らかの病気を引き起こす点です。まあ、こんな骨骨モンスターにひっつき回されたら、精神の一つや二つ、即やみますよね。なぜ、選ばれてしまったのだろうと考えちゃう。しかも、物理法則無視でやってくる上、尾行対象者にしか姿が見えない。つまり、逃げにくく、助けを求めにくい。そういうことでござるちびまり殿。なあ、ママンよ、一言よろしいか？よろしいでござるぞよ、ミニマルバナナがある。ガーシー関係なくね、これ。全く関係ないっすね。